ガリシア州内の位置、リバーミアは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカとサルネスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は5166人。住民故障は、男女同系のリバズミエンセ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は67.56%。リバーミアは、ポンテベドラ県の北西部。 コマルカとサルネスに属する。北はビラノーバでアローサと、東はメースと、南はメアーニョと、西はカンバードスと接している。自治体中心地区はリバドミア教区のアイスクーサ地区、リバドミアはカンバードス司法管轄区に属す。住民は6の教区の31の地区に居住する。自治体首長はガリシア国民党のマリーアサロメペーニアムニス。 自治体表議員は、ガリシア国民党、9、ガリシア社会主義者党、2、ガリシア民族主義ブロック、2となっている。リバドミアは6の教区に分けられる。フトジは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。